毎度と岩本アゲン。まあそういえば前回の動画で上下関係についてね、まあこうざっくりとざっくりと大きな目で会話させてもらいましたけども、これね出身校でいろいろあるんですよ。聞きたいです。出身校別上下関係。もう PL 学園上下関係は、はい、もう皆さんええ加減お聞きですよね。もうみんな知ってると思う。まあでもあれも言うたら氷山の一角かも。え、そうなんですか。うん、いや僕聞いた話では、まあこれあの上下関係厳しいけど面白い話もいっぱいあって、まずそれから言わせてもらえますか。はい、PL 学園の方の補足、これね僕あの入木優作さんに聞いたんですよ。あ、入木さん。入木優作、僕より一級若いんですけど、なんかの時にあの高校野球の上下関係あるあるでケラケラ笑いながら、もう思い出話、はい、僕も入木君も大人やからもうケラケラ笑いながら、岩本さんこんなことあったんですよ、あいつめっちゃ面白くてね、だからなんかやっぱ先輩の靴とか払わなきゃあんでしょ。そんなんいいんですよ。僕はね部屋の掃除とか空気の入れ替えとか、そういう下級生がやるべきこと何とも思わず当たり前のようにやってました。はい、で PL 学園のその全寮制でもそういうことあったんでしょうね。で先輩のユニフォーム洗濯、当然飲み物用意する、何用意する。である時、まあ、ちょっとどんくさい下級生がいたんですよね。でその選手が先輩の運動靴を洗って乾かすの忘れてたらしく、パッと見たらで驚いて、はい、急いで洗い出したんやって、はい、で洗うのはできるやん、乾けへんやん、なあドライヤーでバーっても時間かかるで、でとっさに洋服を入れる乾燥機にバンぶち込んだよ、早く乾けと思って、ゴロゴロ回る、まあ、先輩の気づかんところで乾燥機がゴロゴロ回ってきて、ほんでああ乾いたと思ってパイーンと音鳴ってパッパッて出たら、あの28センチぐらいの靴がティーホルダーみたいにちっちゃくなって出てきて、ほんまかいなと。本当ですか。確かに靴のスニーカーのキーホルダー見たことあるでしょ、はい、そんなちっちゃなるかと。いや、そう見えるぐらい、靴が、ふにゃって小さくなって、そのめちゃめちゃ怖い靴の持ち主の先輩が、おい、このシューズあるとんダメや、ちょっと来い、おもろいやないかい。せーこんなミラクルもあるらしいよ。PL 学園の上下関係も、こんなミラクルもあったんやと、入木優作に教えてもらったわ。普通やったら、あれみたいなあったかもしれん。うん。でも、おもろすぎて、おもろいやないかと。なったらしいわ。で、そうやってもう、ね、PL 学園の話は皆さん、ようさん聞いたと思うけど、うちの阪南大学高等学校もあった。まあ、そんなね、風の噂で聞いた名門校の真似事ばっかりやねん。で、プロに入って感じたのは、あの、名門大学の先輩後輩が、やっぱそのまま。良くも悪くも暴力大学の暴力大学紫、ああ、はい、明るく治める大学の方は、 M 大学の方は結構先輩後輩のあの縦の関係を重んじたまんまやったな。なんかちょっとかわいそうになる。同じドラフトで僕高卒なる先輩が大卒で入ってきました、はい、4つも上なんですよ、はい、でもプロ野球の世界入ってその先輩がいたんですね、2つか3つ上の先輩、すごい厳しく何かいろんなこと言われてたのを見て、かわいそうプロ野球選手になってまでっていうのあったもん。まあ理不尽じゃないけど、あのまあパシリ、はいはい、タバコ買うてこい、ジュース買うてこい、なんやかんやコンビニの袋持ってまだこうやって走ってはったわ、プロになってもやってます。うん、まあでもどうなんやろ、何々こうてこいって先輩は言うけど、プロの世界入ったらちょっと理不尽になるのかな、僕代わりに行きますって言ったぐらいもキャンプの時に、いやいやいいよいいよってその人は行かれましたけども。あとは K かな、トートの K かな、 K トートの K 大学もよう聞いたな、おもろいこといっぱい聞いたな、トートの K。 あそこは指導者の方王さんが長くされてて、まあすごく名将の大学の監督の方ですよね、はい、その人は厳しいっていうことは聞いてたんですけど、で皆がこう尊敬する人だと。でもその人がいるこう館、監督室みたいな、はい、
で僕プロ野球上がってから取材で行かせてもらってるんです。ほんならなんかねプレハブよりちょっとええ感じなんかながあって、窓からは球場がパッと見渡せるようなところ、ほんでそこから名前がおい何々って呼ばれると行くでしょ、はい、ほんで厳しい言葉があったりとか厳しい指導があったりとかして、呼ばれるその場所を今やから言いますけどって言うらしいんですよ。まあ日本を揺るがしたあの大きな事件で、ね、その建物に付けられた名前が、まあ、本当にこう不気味な名前で呼ばれてるっていうのもまだ皆さん記憶にありますか、うん、だからそれに例えられるぐらいこうあそこに呼ばれると何かが存在するみたいなね、学生の中でそういう愛称がついてたと聞きましたよ。いろんな大学のエピソードあるな。これ放送ギリギリやな。ギリギリですよ。でも本当にその名門の大学からプロ野球に入られた方はその大学のラインってあるでしょ、はい、まあ言うたら明治ライン、慶応ライン、早稲田ラインとかいっぱい、法政ライン、はい、いろんなあるじゃないですか。で関西でいうと同志社ラインなんか強いですよね、はい、ああ片岡さんと宮本さんなんかもゴルフ場行ってもこっちはヘラヘラしてるけど、宮本さんこんなやからね、ヤクルトの宮本さんでも高校も大学もずっと一緒やったんで、まあ、それ相応の柔らかい絆になってますけど、当時はもうピリピリしてたんやろなと思うのが時々チャッチャッと、まあ、でもそんな高圧的に喋る方々じゃないので、あ、まあ、そこでこう人を敬う人として重要な部分は勉強に値する時間があったんやなと思ったぐらい、まあ、でも各大学でいろんな風習があってね、それはもう大人になったら普通笑い話やのに、まだまだそれを引きずる人が僕は不思議でしょうがなかった。プロ野球って試合前に皆さん挨拶回りされてるじゃないですか。ああ、あれってそれに関係するんだ。一番だと思う。ああ、その学校の先輩とか。はい。だから僕は学校の先輩少なかったんで、はい、阪南大学高校かつて大鉄高校ですわ。はい。言うたらもうあの西武で長いことをコーチされてました、あの土井正弘さん。大鉄高校出身、そうですよ、はいはいはい、大鉄高校、あの高校2年生で中退されてプロ野球に入り18歳の4番バッターって活躍された方ですよ。その方はもう福本豊さんとともにも大先輩で、もう一番有名なお二人なんで、もう球場で見かけたら猛烈ダッシュ行って気をつけに挨拶します。ほんならその先輩が言うのは、まだまだそんな走ってこやんでも、まあ、よう頑張っとんな、逆にねぎらってもらえるという、はいはい、僕は素晴らしい先輩の下で良かったなと思うところです。ほんでホークスにね、山村先輩、岩城先輩、結構年離れた方ですね、がコーチやスカウトとしておられましたんで、その方もやっぱこう球場とかで見かけると走っていって挨拶させてもらいましたよ、はい、もう皆さん、僕の先輩は皆さんはお前よう頑張ってんなって、もっと頑張れよっていうような、はい、もう本当にいい言葉もらいましたけどね、厳しい先輩に当たってないな。でも本当大学出られて直属の先輩後輩の人たちがプロ野球でもまた同じチームとなった時には結構辛そうにしてた。ああ、もうやめよう、そういうの大人やで。ある程度はね、いい意味で先輩先輩やないですか、これお願いしますよ、これは OK やと思う、はい、でも先輩が後輩に、ああお前後輩やろ、ブルブルやっとかんかい、それはなるべくやめとこう。年下の1億円稼いでたらどうするんですか。すごいいい質問です、はい、池上彰です。僕が見た中ではその後輩が稼いだ時には後輩がご馳走する時もあるかな。はい、まあでも先輩に良好な関係の人ですよ、はい、でその時にはお前稼いでんねんからおごってくれよっていうような、あのいやらしさはないです。はい、でも良好じゃない関係の人はまず一緒に食事行きません。はい、そういうことですよ。不思議ですよね、まあ、これも性格ですからね、うん、僕は縁があって日本ハムファイターズで先輩後輩となったその後輩たちにはごちそうすることばかりでした。それは先輩方々がごちそうしてくれて、こういう金の使い方するんだぞと教えてくれたから、生き金と死に金存在するぞ、ちゃんとここ自分の水に切るときは切る、
で後輩にそれを伝えて、後輩が今度後輩できた時にはそういう金の使い方をしてちゃんと絆を作っていくんですよ。金を使うだけじゃなくて、お金を使って食事する時間を共にすることがどれだけ重要で一層の理解につながるかということを教えてもらいましたね。僕の人間関係見てもらってたらそういうのも垣間見れるんじゃないですか。社会に出てそういう充実はありますか？腐れ縁もありませんか？またよく自分の胸に手を当てて考えてみてください。何度も言いますよ、その良き先輩、良き同僚、良き後輩など、最後選ぶのは自分自身ですよ。自分の決断です。毎度おきに。